今日は予防医療再生医療の中でも特にがんの免疫療法、NK 療法、BAK 療法、ANK 療法についてお話しさせていただきます。NK 療法というのはリンパ球の中に存在するナチュラルキラー細胞を使った療法でございます。ナチュラルキラー細胞というのはがん細胞を見つけてやっつけてくれる細胞です。このナチュラルキラー細胞の特徴は他の細胞、例えば自分の体の細胞やウイルスの細胞などには目もくれず、がん細胞だけを特定してやっつけてくれる細胞なのです。ですから我々の体は毎日5000個ほどのがん細胞が生まれていますが、このナチュラルキラー細胞あるいは他のリンパ細胞の働きでがんにならずに済んでいるのです。ですからこのナチュラルキラー細胞を増やして体の中に戻してあげる療法がまさにがんの予防療法、そしてがんの治療療法につながるのです。例えばがん細胞が体の中に入るとナチュラルキラー細胞はやっつけるぞと言って壊してくれます。ただこのナチュラルキラー細胞には限りがあって、どうしても自分の体の中の細胞だけでは少ないのです。ですからその細胞を取り出して培養し体に戻してあげることによってより効果的ながん細胞治療、がんの治療につながるのです。具体的には血液を 20cc から 60cc 取り、2週間から4週間程度培養し、それを点滴で戻します。ですから、体に負担がなく、そして、抗がん剤のような副作用もなく、自然と免疫療法を高める治療法なのです。BAK 療法はブラムアクティベーティッドキラー療法と言われているものです。これはナチュラルキラー細胞の療法をさらに進化させたものです。ナチュラルキラー細胞を培養して体の中に戻して投与するだけではなくて、 T 細胞で特にがん細胞に対して特定的に破壊するガンマデルタ T 細胞をも増殖させて体に戻してあげるやり方です。ですからナチュラルキラー細胞だけではどうしてもがん細胞の攻撃が足りない場合に、このガンマデルタ T をも培養して体に戻すことによってより効果的ながんの治療あるいはがんの予防につながるのです。やり方は約 60cc ほどの血液を採血し4週間ほど培養した後体の中に点滴として戻してあげる治療法です。ナチュラルキラー細胞だけでは足りない場合、あるいはさらに予防を行いたい場合にはこの BAK 療法、バック療法をお勧めいたします。最後に ANK 療法についてお話しさせていただきます。ANK 療法とはアンプリファイドナチュラルキラー療法と言われているもので、NK 細胞を特に活性化させ、力強い状態で投与する方法です。また ANK 療法の特徴は、それまで免疫療法では効果的でない、あるいはできないと言われていた白血病などの血液のがんにも効果があると言われていることです。ANK 療法の特徴といたしましては、そのナチュラルキラー細胞を特に強く培養させ一番効果的な状態で体に戻してあげる独自の方法のメソッドで取り行っております。方法では最初に12回分の血液を採取します。これは普通の採血だけではなくて特別な機械を使ってある意味大量にリンパ球を採取しそれを培養させます。培養センターは京都にあり、そこまで新幹線で持って行ってなるべく短時間で培養させ効果的な状態の時に戻してあげるという特徴があります。私の知見といたしましては、ある一例、膵臓がんの末期がん、肺や肝臓に転移した場合、この方は他の施設ではやりようがない、もう手遅れだと言われましたが、 ANK 療法によって完治した例があります。もちろん全ての例で、進行がんあるいは末期がんに効果とは言い切れませんが、このように ANK 療法はがんが完治する可能性を秘めております。そういった特殊ながんあるいは末期がんの方にも ANK 療法はお勧めすることができます。